東林道は大阪府八尾市に本店を置く和菓子屋。1925年創業。元は八尾市内町に近い集落の一角にある古い住宅を創業家が買い取り、和菓子作りを始めた。八号は十0日元気に由来する。株式会社東林道と余平東林道があり、同じ創業家が経営しているものの、両社は別経営である。1964年に、 南山本省学校の隣に、東林道白草園を開園した。現在は、八尾と東京に6店舗を構える。など東林道が、各地に店舗を増やす過程で、創業地にあった店舗を一旦閉店していたが、従来の東林道の経営権を東林道へ譲渡し、経営を分離して、店舗を再開した。従来の屋号の前に創業者の名を冠している。一店舗のみ。 東林道板倉家住宅東林道の創業地の建物で、元は江戸時代に河内木綿を取り扱っていた豚屋の町屋を創業者の板倉与平が大正時代に買い取ったもの。道路に面して、間口の広い山と胸かやぶき屋根、切り妻作りの母屋のある住宅であり、18世紀前半頃の地区とされる。当初は土間部分を改装して、 東林道店舗として使用していたが、西部百貨店内に出店して、しばらくしてからは、店舗としては使用されていなかった。1999年に、国の登録有形文化財に登録されている。2010年10月から翌年3月にかけて、大浦の職人に依頼して、かやの吹き替え工事を行った。T 字路の一角に実地しており、八尾街道と、 立尺腰子、応答腰子の分かれ道となる同票が脇に立っている。ありがとうございます。